また博士から。ピーター、信じがたい話だが、これは研究を復活させる以上の発見かもしれん。これがあれば想像以上の成果を得られるかもしれんぞ。何事も起こるべくして起こる。ノーマンの仕打ちでさえもな。うまくいくといいな。あの研究は絶対成功させなきゃ。全部隊、警察がデーモンと銃撃戦を展開中。マディソン付近の隊員、事件現場に急行せ。やあジェフ、今日式典だって、おめでとう。終わるまで気が気じゃない。人前でスピーチするよりデーモンの相手をする方が楽さ。実は話があったら。どうしたの？デーモンがミッドタウンにあるフィスクの建設現場を狙ってるって噂だ。式典の準備をサボっていきたいとこだが、女房に殺されるけど、俺の相棒には教えておこうと思ってな。わかった、寄ってみて何かあれば知らせるよ。そうそう、スピーチのちょっとしたアドバイス、みんな下着姿だって思えばいいよ。ああ、おズボン以外ね。やっぱり忘れて。全部隊へ、警官たちが仮面の集団に妨害されています。通報によると場所はマレーヒル。警察がデーモンと銃撃戦を展開中。出動可能な隊員はシアター地区へ。
ークシティに急行願います。ニュースは見たが、またしてもスパイダーマンと悪魔マスクどもがニューヨーク市民の命を危険にさらした。事件のあったエリアから電話だ。こちらジェイ・ジョナ・ジェームソン。あのさ、事件が起きたのは閉鎖された造船所なんだ。危険な目に遭った人なんていないよ。おお、それは専門家としての意見か。この私が受賞キャリアを通じて得た情報源はそうは言ってなかったかな。あの造船所はフィスクのダミー会社だ。銃の密輸に使ってたんだよ。手榴弾、軍用兵器、何でもありだ。ああ、なるほど、納得。これが真実という爆弾だ。だが待て、まだ50メガトン級の真実があるぞ。スパイダーマンがメイを独り占めにしようとトラックを追ってる間に危険な違法武器満載の別の車両が逃げ出したと来たもんだ。フィスクは欠点こそあれ、この街であんなものを使わせなかったが、デーモンと来たら奴らは狂信的なカルトか考えなしかのどっちかだ。みんな状況の危うさを理解できたかな。集団に妨害されています。通報によると場所はマレーヒル。